今日は3月27日月曜日夜9時からの差し出語りの収録をやりたいと思います。えー、差し出語りが始まって2年、この動画企画ずっとやってきましたけども、今日最終回にしたいと思います。動画アップするのはね、今日最後と。まあ、あの、おそらく、この今日の放送前の昼に発表されてると思うんですけど、 新番組をいろいろ担当させていただくことになって、それで、この差し出だったりも放送曜日がいろいろ変わったりする関係もあってですね、なかなか動画を編集してアップするちょっと時間が取れなそうだなと。ほいで、まあね、あの、ちょっとずつですけど見ていただいてる皆さんいる、いる企画ではあったんですけども、ちょっとなかなかそれが難しそうなので、この企画は2年間で終了と。今日最後と。 いうことにさせていただきたいと思います本当にあのご愛顧いただきましてありがとうございました差し出語りはね、えー、4月から土曜日に番組引っ越し時間帯が引っ越しになるんですけどもぜひ引き続きね聞いていただきたいと思いますそんなわけで、えー、年度末の放送を撮っていきたいと思いますこの日のゲストはファンキーモンキーベイビーズ先日加藤さんスタジオにお迎えしてお話を聞いてきました あのー、再始動の時にもね、お話聞きましたけども、対面で久しぶりにいろいろ話できてね、すごく楽しかったですね。そして今日は YOASOBI のボーカルでもある幾田りらさんからのメッセージコメントもお届けします。じゃあ、収録の方やっていきましょうかね。はっはっはっは、テステステス。はっはっはー、オープニングは3分ぐらいですね。あんま時間ないけどメッセージを紹介していきましょう。じゃあ、始めたいと思います。 3月27日月曜日夜9時になりました。皆さんこんばんは。コ妻優太です。クロス f フィーム差し出語り、今週もお付き合いよろしくお願いします。3月最後の放送、そして年度の最後の放送です。今日はの番組のラストにお知らせがありますので、ぜひ最後まで聞いてください。ではまず、今月のメッセージテーマ、タイムマシーンがあったら、にいただいてるメール紹介していきましょう。まずはラジオネーム、福岡市ゆのさん。タイムマシーンがあったら、2011年の9月18日に行きたい。 バックナンバーがフェスハイアーグラウンドに出演した日。この日のライブが好評で、その後のワンマンの会場がドラムさんからドラム B1 に変更になったというエピソードのあの日だそっか。先日差し出語りのインタビューでもこの日のライブについて、いおりさんが、ちゃんと手応えがあったのなんて、今まで生きててあの時ぐらい、そんな風に言ってましたよねって言ってたね。私はその1年後ぐらいにバックナンバーに出会う。 近くに住んでいながらなぜ私はあの日フェスを見に行かなかったのか後悔しかありません生であの日のライブを見たかったそしてメンバーから手渡しでワンマンのチケットを購入したかったですいただきましたそっかああいう話聞くとね余計に見たかったなと思いますよねそうだよ3から B1 に変更になってっていうバックナンバーがねいよいよ来月4月2 2 2十3は何倍の大きさになるんだペイペイドームでのワンマンライブを やるんですもんね。楽しみだね。ヒのさん、メッセージありがとうございます。それから、ラジオネーム、ゆきさん。えー、タイムマシンがあったら、迷わず子供たちを産んだ時に戻りたい。第一子の娘を産んだ時、初めてのことで、痛みと興奮で頭が真っ白で、産声を全然覚えていないと。 で、その5年後、第2子息子を産んだんですが、今度こそしっかり産声を聞くぞと意気込んでいたのに、またまた頭が真っ白で覚えてない。ほんとダメ母です。子供たちがどんな声で泣いたのか、今更ながら聞きたいなって思っていますダメ母なんてとんでもないよね。すごいことを、ま、成し遂げていて、そりゃそうだよな。なんかこう聞こうとかっていう、どうなんだろうね。余裕というか、まあ、 どっかに刻まれてるとは思うんですけどね。確かに戻れるんであれば、そして客観的に見れるんであれば、その場面に行って、うーん、なんかこうじっくり聞いてみたい。第一声を聞いてみたいと思えばあるのかもしんないね。いや、素敵なメッセージですよ。ありがとうございます。ラジオネーム、かズむくん。 タイムマシンがあったら未来に行って自分が働いている、えー、26歳ぐらいに行きたい。なんで26なんだろう。今僕は中2なのですが、この先の将来自分でも想像つかない未来に行って安心したいです。見て安心するどうおーおーでもね、えー、勇気あるなって感じますけどね、えー。今月のメッセージテーマ本当にたくさんのご参加ありがとうございました。 さて、この番組、差し出語り。毎週一組のゲストを迎えて、差し出じっくり語り合う、そんな番組です。今週のゲストは、ファンキーモンキーベイビーズ。差し出語りには2度目の登場。再始動直後にもお話聞きましたけどもね、ついにアルバムが完成。その作品について、ファンキー加藤さんにたっぷりお話を伺いました。それと今夜はその前に、夜遊びのボーカル、いくらとしても活動する、シンガーソングライター、イクタリラさんからのメッセージコメントもお届けします。 なお、番組に関するツイートをする際は、ハッシュタグ、差し出語り、これをつけてツイートお願いします。番組を聞きながらの感想ツイート嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。リアルタイムでもタイムフリーでも、メッセージでも SNS でも、今夜も一緒に語り合いましょうオッケー、ちょいオーバーしたけど大丈夫でしょう。では、このまま、コメントのふり。クロスエフィム差し出語り、コーズマユータのナビゲートです。では、早速、メッセージコメントをお届けしましょう。 今夜はこの方です。生田リラさんメッセージコメントありがとうございました。すごく優しくて真面目な人柄が感じられるコメントでしたね。生田リラとして初となるタイアップヒット曲多数のオリジナルアルバムスケッチ。日常に寄り添う13曲ぜひチェックしてください。ツアーも楽しみです。お送りしたのは生田リラサークル。いいんじゃないですか じゃあ次「ファンモン」の1曲目のイントロ差し出語り今夜のゲストはファンキーモンキキーーーモベイビーズロングインタビューをお届けする前にニューアルバム「ファンキー・モンキー・ベイビーズ Z」から YOU 今夜のゲストはファンキーモンキキーーーモベイビーズインタビュー後半まだまだ語り合います。 お送りするのは、オッツサウンド。10年ぶりのアルバムをリリースしたファンモン。再始動して完成させたアルバム、ファンキーモンキーベイビーズ Z。制作エピソードも、楽曲に込めた思いもたっぷり話してもらいました。ぜひ、令和ファンモンの熱いメッセージを受け取ってください。そして、全国ホールツアー、太陽の街ツアー、福岡ファイナル、 9月9日土曜日、福岡市民会館となっています。今夜のゲストは、ファンキーモンキーベイビーズ。オッケー。じゃあ、ラストエンディング。エンディングをちょい長め。クロスエフーム差し出語り、あっという間にエンディングです。まずは、自腹ステッカーの当選者発表しましょう。当選したのは、栃木県からいただきました、ラジオネームゆきさん、おめでとうございます。 タイマシンがあったら迷わず子供たちを産んだ時に戻りたいという素敵なメッセージありがとうございました。放送終了後、ラジコのタイムフリーをシェアしてくれた方の中から毎週1名自腹ステーカープレゼントしてます。ぜひ今週のラジコシェアをね、お願いいたします。また収録の模様を編集した動画もあるので気になる方は僕の YouTube チャンネル見てみてください。さて最後にお知らせです。1月から毎週月曜日夜9時に放送してきたこの差し出語りなんですが 4月から放送曜日と時間が変わります。4月からは毎週土曜日夜7時からの放送になります。なんかね、引っ越し引っ越しという感じで、なかなか、あのー、覚えにくいかもしれませんね。なんだかね、流浪の番組という感じになってきた差し出語りなんですけども、えー、4月からは土曜日の夜7時に放送になります。 ちなみに、新年度の最初の放送は、4月の8日土曜日です。4月1日はお休み、4月8日土曜日からの放送になります。これお間違いないようにお願いします。番組の詳細はツイッターにアップしますので、ぜひ皆さん、あの、拡散、リツイートお願いいたします。ということで、差し出語り、新年度一発目、4月8日のゲストは、クリープハイプ。はい。 2年前番組がスタートした時の最初のゲストをで新年度のスタート青尾崎くんと語り合いたいなということで、今回はツアーで福岡に来た際に対面でインタビューを収録しておりました。新作 EP、だからそれは真実についてたっぷりお話聞いています。当然、長いインタビューなので、1時間丸ごとクリープハイプスペシャルでお届けします。お聞き逃しのないように。詳しい情報は番組のツイッターやホームページにもアップしますので、こちらもぜひチェックしてください。 そして4月のメッセージテーマも発表します。4月のメッセージテーマは、バイトの話。4月、バイトを始めるなんていう人もいるでしょうかどんなバイト経験皆さんありますかバイト先でのエピソード変わったバイトをしましたとかね、高額のバイト、平凡なバイト、バイト先で恋愛がなんていうね、えー、あと、もしバイトするならこれをやってみたいなどなど、バイトの話送ってください。 メールアドレスは、サシアットマーク、クロスイフー .co.jp こちらまでお願いします自腹ステッカーご希望の方は、郵便番号、住所、氏名を書いて送ってください4月のメッセージテーマもご参加お待ちしておりますそんなわけでお別れの時間です次回は4月8日土曜日夜7時一緒に語り合いましょうクロスイフ差しムサシ語り、コ妻ズ太ユータのナビゲートでしたまた来週 ということで収録は以上です。この企画もね、丸2年ご覧いただきまして、皆さん本当にありがとうございました。また機会があればいろんなね、動画アップしていきたいなと思いますので、えー、YouTube のチャンネル登録、ぜひお願いしたいと思います。以上、コーズメイタでした。バイバーイ